はい、今回はタッチペンですけども、本来の予定とは全く違います。理由はまあ後半の方に書いてありますが、今回はタッチペン、スイッチ、スマートフォン用となってますけども、ツーウェイタイプ、細軸ってやつと太軸になってますね。細軸だからといってめちゃくちゃ細いわけじゃなくて、なんかこう、なんでしょう、変な円盤がついてます。自分で完全に細いやつがいいんですが、ちょっと使い心地を見てみたいと思います。ペン先の交換もできるということなんですが、なんで買わなきゃいけなくなっちゃったかというとね、このスーパーマリオメーカー2のタッチペン、息子くんにあげてしまったので、普段自分はこっちのワコムペンを使ってるんですけども、ワコムペンで全然問題ないんですが、電池式なのでバッテリー切れちゃうともうどうにもならないんですね。なので買ってみました。おおよそ1000円です。なぜこんなことになっちゃったのかなっていうと、息子くん、YouTube かなんかでマリオメーカーのね、音が出るやつを見つけて、自動演奏させたいとかなんとかにハマっちゃって、ちょうど太鼓の達人で、何でしたっけ、千本桜をやけにやっているようなんですが、それをこのスーパーマリオメーカー2の上でやってほしいということなんですが、さっぱりわかんないんですね。そんなこんなでちょっとやる羽目になりましたけども、先ほど画面に出ていましたけども、普段はこのワコムのペンで自分はマリオメーカーやってますけども、ではですね、どのくらいそいつに近いのかというのをですね、確かめてみたいんですが、あれ、なんか1個取れちゃいましたけど、あ、これは予備ですね。こちら側が通常のやつですけども、こっちに細いタイプがあるということですので、こんな感じでありますね。細いといっても先端はですね、どうでしょう、1センチはないと思いますけども、ちょっと円盤がついてます。完全に先端がとんがってるわけではありませんが、このような、なんつうんでしょうね、円盤がついてます。まずはちょっと通常のこの太いタイプを使ってやってみたいと思いますが、この辺はよく売ってますよね。別に100均でも転がっていますけども、こちら側予備ですね。こうするとほとんど同じ大きさです。マリオメーカー2限定のタッチペンとほぼ同じ太さになってますけども、ではスイッチで再びやってみたいなと。さあ、書き心地、スーッと、全然マリオメーカー2のね、限定についてきたって変ですけど、初回限定のやつとほぼ同じ書き心地です。違和感は特にありませんね。スーッと弾けます。さあ、自分が気になっているのはこの先端がとんがっていると言われている細いタイプですが、実際は先ほども言いましたけども円盤がついてます。この円盤どうなんでしょう。特に問題なく書けますね。極端にずれちゃったりとか全然ありませんし、書き心地は特に普通のペンと変わらない感じです。ワコムペンと比べるとやはりちょっとこう先端のね、違和感はありますけども、通常太いペンを使っている方であれば普通に細く感じると思います。なので、先端が細い方がいいぞ、でもワコムペンは高いという方はですね、やはりこの手のものでいいんじゃないかなと思います。ちょっと今一個ね、間違ったところにぴょこっと出てきちゃったかなと思いますけども、それは自分の手の位置が悪かったりとかいろいろな要因がありますけども、おおむね良好です。
まあマリオメーカー2で音を奏でるにはですね、やはりこの手の勉強をしなきゃいけないかなと思いますので、ちなみに全然ですね、おたまじゃくしというんでしょうか、あの音符が読めません。なのでこういうピアノをやるときもですね、鍵盤にすべてドレミファソラシドをシールで貼らないとわけが分かんなくなってしまうぐらいなんですが、なんといってもそもそも義務教育でピアノの練習というかこの鍵盤ハーモニカやってないんですよね。まあ聞いてなかったのかもしれませんけども、とりあえず悪戦苦闘しながらも一曲作ってみました。聞いてください、チューリップ。まあ何でしょうね千本桜には程遠いんですが、なんとかあの音を奏でるところまでは来たかなと思います。ちなみにこのタッチペンはですね1000円ぐらいですが、まあ使いやすかったかなと思います。特にマリオメーカーはですね、あの細かい作業というよりはブロックを配置するのが目的ですので、なかなかちょうどいい感じがしました。まあ本来はですねタッチペンではなくてこのV スポーツかなんかをですねちょっと外に持ち出して撮影するつもりだったんですが、見事に玄関に忘れてしまった。親父失格の烙印が押されそう。ではまた。